あ、面白かったよね。面白かった、面白かった。2年ぶりだもん。寒いからね、この山のこれ、緑の綺麗なところでコーヒーだよ、ね。こんなのって、あ、東京じゃできねえぞ、これ。よし、まずこう入れてな。じゃあまずコーヒーに。お湯を含ませて、はい、行くぞ。あ、いいなあ、おい、香りもいいしなあ、おい、バイうまい。これいいね、これは、これは不思議。ところでな、吹きもいいのがあるんだよな、これ。ほれ、ちょうど食べごろだよ、これ。あ、これ、いや、これまあ大きくても食べてるだけどね、これやばいんだよ。いや、やばいんだよ。最高だよ、これ。これ、これ。これ、これ。これ、これ。来てる、これ。食べてくれ。おいしい、これ。何これ、酸っぱくて美味しい。うん、これ俺はだけはね、もう昔はもうね、魚釣りに行ったりしたのに、ちょっと腹減ったのこれ。うん、うわ、爽やか。うん、これ何かと会えたい。美味しいっすよ。香りはこれ、湯がいたらずっとね。ねえ、この酸味は何だろう、ね、レモンみたいな。俺たちはね、昔ね、これをよく食べたんだ。塩漬けで食うじゃん、これ。うん、これアボカドと合えたんですよ。吹きの葉っぱってものすごい便利に何でも使えるんだ。何でも花紙でこういうね、これこれもいいね。山ではね、俺たちはね、これでこうやって花紙。うん、こういうのがさ、これ水、こうやってね、山で水飲むでしょ。水飲むときはね、これ割れてるとこからこうやる、こうやる。それでこれで食べてみて、こうやって水こうやって、こうやって水で、これをこういうふうに割れたときをこうやる、こういうふうにして、こうやってこうやって、こうやって、こうやって。それで今度魚釣ったらさ、そうだな、あれね、ある金の真っ赤。これさ、こっから身を刺すの。刺してこうやって、両方に刺すの。してこうなる。そしたら今度、火を取って、で、火を取って。取った真っ赤の上にさ、この大きい服、これをかぶせて。服の葉っぱを。こう大きいからね、大きいやつをかぶせて。そして、この皮。この皮で持って、これ長いから、服を。長く取ったやつ、これで縛る。それでこうやってぶら下がる、持って帰る。いや、山行ってうんちしたらこれだ。まだなんかあるはずだぞ。あ、出てる。これ、これをね、タケノコみたいにして、ささ、うん、これ、ささぞどぜやタケノコと同じでしょ？これはね、これを食べたんだ。向くとこういうふうなの。これ。懐かしいな、こうやって飛ぶの。うん、懐かしい。おお、今一番食べ頃だよ、これ。もう少し取りたいね。あれさ。
あ、まあまあ。ああ、最高だねこれ。こんなのねえぞ。いらおい、コーヒーを飲みながらおい、山菜取り立てやおい。やってみたいことがあって、はあはあ、で焼酎3本あのその中に入ってて、うん、それをちょっと飲み比べしてほしいのよ。ああ20度、うん、これちょっと弱いんだな20度、うん、こっちに、はい、それもう一個窓にあるそれこれか、はい、うん、それはね米の焼酎かな、うん、でしょ。いやそうか純米酒、うん、純米酒、うん、純米酒、うん、あ、ごめん、間違えてる純米酒純米酒、清酒って書いてある。あら、覚えてましたこれどうですか、うん、札幌ソフトこれこれ、うん、これ飲んでる。あー、もう俺たちはみんなこれだって。その頃働いてる頃はさ、タタタタッと家帰ってたんで、戸棚あるでしょ。戸棚からガッと焼酎出して、ガーッとこっちでさ、一緒に。で、ギューッといっぱいいるんだ。それでさ、またそこで2杯飲む。それ言ったら、この飯になったさ、これ2杯飲む。そして、このテレビ見ながらこう持ってきて、チュビー、チュビッと飲みながら2杯飲む。そして、この、はーて寝るかって言って9時くらいになったら、これまたガガガガガッとキューッといっぱい飲んで、うん、それで寝るの。さあ一日長く過ぎるし朝早くもう5時に起きても仕事行っちゃう。普通だ。もう全然酔わねえ。それ俺二日酔いとるからさ、それで仕事休んだ。それ北海道の時？ああもう北海道の時からあっこもいた、千葉の時もやってた。よくねよその人たちはさ、いやー物を分かんなくなっちゃったんや、やめてやっちゃったんだってね、失敗談なんかやつ、よくみんな酔っ払って、いや、分かんない分かんないって。俺に言わせればあれ嘘だって。嘘だ。俺酔っ払って物を分かんないんだよ。でも親父正直言うと、その、千葉の時はもう前から入ってたよ。覚えてないパターン？わかんない、前から入ってた。俺はそれで起きてたから。入ったのって言うの、ね、もう焼酎入ってたよ。なんないな。いや、もう入ってた。酔っ払ってんじゃないですか。正直俺ね、あの小学校ね、うん、1年生かな、幼稚園ぐらいの時に、うん、夜11時ぐらいにお袋に起こされた、うん、で、起こされて電話が来て、親父がお金がないから飲み屋に持ってきてくれって、一緒に行ってくれってお袋が言うの。でお袋は極端にお化けが、あだから夜道とか歩けないんですよ。あ、一人じゃ一人じゃ絶対歩けなくて、うん、でお袋はもう外で待ってるから連れてこいと。幼稚園生が、そう、俺幼稚園生の時で2000円渡されて、3000円くらい渡されて、それを払って出てこいって言われて、で俺トントントンってガラガラって入って渡して、あ親父来たっつったら、おお来た来た来たっつって、そしたらそこら辺のギャラリーがこの幼稚園生の俺に、おお、なんだこの子供っつって、食え食え食えっつって、で、そしたらそこで談笑しちゃって、俺も幼稚園なんで、20分ぐらい、で、なんだか分かんなくて、外出たら、ものすごいですよ、これが起こってて。で、なかなか出てこないから。で、なんとか引き上げて帰ったっていうのがあってね。めちゃくちゃ酔っ払ってんじゃないですか。そういうのを酔っ払ってて、物を分からなくなるっていうのは、俺の考えとしては分からなくなる。でも、覚えてないんですよね、その話あんまり。金持ってこいって呼び出したのは、それ1回だからね。あとはないから。1回だけですか？2回。2回だって。その時、ばあちゃんと一緒に行った。袋は断ったの、行かない。
ついにばあちゃんと一緒に行って持ってったって。お酒に飲まれた人のよくある話みたいな話じゃないですか。俺飲んで喧嘩したことないよね。本当ですか。で喧嘩したのコメント。すごい。ちょっとカップラーメンに寄せましょう。本当に。あったかいさ、あずさ、あーここ最高うめえよな。うん。かいがましいな。うん。めめ。